エクソンモービルは何を言ったかてらにしただけみんなもっと気をつけなくちゃいけないのは外なんですよあのー、僕幻滅したことがあってエステ行ってて、あのー、ある女性の方たちが成立してくれるエステなんですけれどもむっちゃ綺麗なんですよやってくれてる人たちの3人の子たちもめちゃめちゃみんな可愛くってちょっと緊張するんですけれどもでもねむっちゃ残念なことがあってあいつもここで単価上がらへんのになっていつも思うことがあったんですけども。 なんかすごい綺麗に、ね、でベッドも綺麗いし霧も綺麗やしみんな綺麗な人たちばっかりやしお金の整理もちゃんとできてるけど天井を向いた時に天井がボロボロなんですよむき出しでもったいないなーと思ってであの寝ますやんエステやから仰向けとかで。 んか真っ黒なんですよ白い壁なのに真っ黒でほころしてくんちゃうかなでも本人たちは何にも気づいてないわけ昔エクソンモービルっていうあのー、ガソリンスタンドっていうかがあったんですけれどもここはすごいアメリカで伸びた時期があって何したかって言ったら何したと思います皆さんこれにするだけでめちゃくちゃ客入りが良くなったんですよゴミ箱をきれいにしたどこのえ 三角。<laughs> そもそもお客さんたちの前提というかガソリンスタンドの前提はベチャベチャ油まみれで車を触る時ももう手に爪とかに黒いなんかがついてるやつとかってもうやるなんかも汚らしい清潔ではない場所っていうイメージがあったんですよ。<laughs> エクソンモービルは何を言ったかっ,言ったらすべてをきれいにしただけ。清掃員というかガソリンスタンドのスタッフがシャツ白いシャツを着て でしっかりした見なりをしていって全体的に看板を変えるとかそんな全然関係なくって全体的にきれいにして床も絶対ベタベタにならへんように整備していって車が給油した後っていうのはもちろん車を水拭きしたりとかするんですけれども全てをきれいにしたんですよトイレ待合カタログ何もかもをきれいにしたんですよ、まあ、要するにもうすっきりさせたってことですよこれだけ。これが始まりだったんですよ伝説の。 お客さんたちがそもそもこの業界のこういうお店ってこれって前提があるでしょそれとギャップのあるギャップがあるっつったってよくしていかなあかどうせ治療院なんて適当に問診されてチャッチャッチャッとやられて生体もみもみっていう名前ぐらいからもまれて終わるでしょとかでなんか適当に次予約取ろうってなんか行くんでしょってところを。 親切丁寧にやっていたりするとギャップありますやん場所きれい匂いもいいけれどもスタッフの対応とか施術が下手とかやったら逆になるからねこれあの喫茶店でもそうなんですよボロボロの家具を置いてあって満員だったらなんか味はあるねんなるけど客が入ってへんかったらここボロになるにしかならないんですよだからね全部を統一させなくちゃいけないんですよくちゃいけないですよすっごい綺麗なのにトイレだけもうめちゃくちゃしょんべん臭いとか よよくありますよ飲食店でトイレットペーパー全然買えてへんとか例えば俺のとかはまあ大丈夫ですけど買いのいい店の癖してトイレットペーパーの買えないとか僕一回お焼き鳥食べてて焼き,焼き鳥があんまりクオリティー高くなかったんですよね急にお腹痛くなってきてバば行ったんですけどもうみんなこの結末もかるでしょ 全体的にきれいにしないと掃除するのは当然2回掃除してくださいなバッシングとかよく清掃表とかって飲食店に嘘あれチェックチェックチェック嘘つけとトイレットペーパー切れとるのにチェックすんな磨いてへんチェックすんな便座めちゃめちゃ汚れてるのにチェックすんな補充されてない補充 <laughs> チェックついてるけどトイレットペーパーゼロやうん何してんねんと思いますけど で中もそうですけどみんなもっと気をつけなくちゃいけないのは外なんですよみんな一回 iPhone で自分のお店取ってみこれはちょっと入りにくいわとかなるでよっぽど集客力なかったらリカさんのとこなんか8階だからもう絶対来おへんもんねエレベーターも結構遅めやからしかもグランドフロアから普通に8階行くのって普通のエレベーターだったら3秒ぐらいで行きますやんピュッてはい。 ちょっとそれ早すすぎですねみんな普通に切ってたからそれ早すぎやから3秒だったらたぶん G でカーッて振ってるから <laughs> <laughs> だからみ,みんな普通に考えてどう考えたら路面じゃなかったら調べへんかったら無理なんですよだから一回撮ってみてみ自分でで自分で判断はできひんからうちの店どうですかっつったらこの辺に看板つけた方がいいんじゃないですかとか。 ブラックボードやったら A 型やったらこの辺に置いた方がいいんじゃないですかとかそういうのは出てくるんですよでも自分の視点は盲点やから見えへん完璧やと思ってるからねそんな感じで一回客観的な視点を持ってお店も変えていたりするといいと思います。